それでは渡辺名人の先手番でお願いいたします。お願いします。はい、再びのリーダー対決となりましたね。はい、しかし予想とは外れ矢倉になりましたね。そうですね、まあ、先ほど、まあ、3一角と引いて、ね、あ、4六角と先に出て、そうですね、後手から6四角と出られてしまうと、はい、まあ、先手は4六角とぶつけることになるのですが、まあ、同角同銀と、まあ、3五銀と出た場合になってしまうのですが、先に角を出ておけば、まあ、ここで後手が6四角とぶつけると同角同銀となって、まあ、銀が6四に上がった形になってしまうので、それは6三角と打って、はい、あの馬を作ることができるんですね。同角同銀の形はちょっと隙が多いですね。あ、そうですね、6三に隙ができてしまうので、はい、まあ、なので6四角とぶつけられないようにしたという狙いですね。はい、3五銀と進出できました。はい、これはいかがですか。こう先手としてはまあやり、そうですね、これ後手ちょっと今この瞬間不安定なんですね。まあ、次に、はい、まあ、5二金いや7二金などと上がれば安定しますが、いやどうするのか難しいですね。3三桂と飛べば飛車取りですけれども、はい、まあ、3四歩と先手からあの飛車を逃げられた後に打たれる傷もできるので攻めていきましたね本譜は。これは、まあ、同歩と同銀と、まあ、悩ましい、まあ、常に悩ましいんですけどこの二択は、うーん、どちらか歩でしたね。8六歩同歩でした、まあ、8五歩という継ぎ歩攻めが、まあ、筋としては常にあるのですが、まあ、すぐ8五歩と打ってもそれだけではまあ攻めにならないだろうという、はい、ことで使えてなかったというか、ここで桂が使って、だんだんでも4五桂と積極的ですね。そうですね、でも天使の跳躍ですね、いわゆる。そうですね、まあ、ただそこまで嬉しいかと言われるとまあ微妙なところではあるんですが、はい、まあ次5七の方になれるわけじゃないので、まあ、3七歩成同桂同桂成でなんかこう生産していくような形にいずれなるかもしれないですけれども、まあ、その交換ならでも先手も悪くない取引なので。そうですね、先手も2九の桂がまあ駒台に乗るならという気もしますね。いや、やっぱり打ちましたね、4七銀でしたね。やはりこう催促して、はい、いやかなり難しい判断だと思いますが、難しいですね、2六角と、あ、4六攻め合い、でもやっぱり2六角はかなり大きな手で、はい、そうですね、これ攻めの形を作りましたね。はい、いやー激しいことになりそうですね、これは。8六歩の取り込みも大きいですし、先手も4五銀と取れば飛車角銀が効いてくるので、どちらが早いかスピード勝負になりましたね。急に激しくなりましたねこれは。はい、やはり8六歩と取り込んで、いやそうなんですね、先手も8二歩、これ手筋でやっぱ同飛車と取らせることで一段飛車はかなり守りとして強いんですけれども、まあ、これで2段目に上ずらせて、ね、まあ、ちょっと技をかけやすくする。渡辺名人の方も踏み込みましたね、アクセルを。あ、そうですね、一気に踏んで7八金同玉で、これも8七歩成として、まあ、後手も飛車先を突破しましたけれども、はい、まあ、そうですね、これ自陣に手を戻して、まあ、一気に寄るわけじゃないんですね、うん、こちらの王様も詰ましに行くか7一銀と打つか、ギリギリですね、まあ、でも行きましたね、はい、ここはやっぱり、はい、金銀4枚あるので、はい、詰ましに、いやここの逃げ場所も難しいです。まあ、そうですね、基本的にはあのこのように、まあ、左辺に逃げてくるんですけれども、はい、そうですね、これも5三銀か角か、いや悩ましいですね、飛車が効いてますから、ちょっとわからないですね。3三角、角からすごい王手ですねこれ。はあ、同金5三金、5三銀ですか、5三銀と打って3二の金を3三に上げることによって、はい、これでまあ3二玉と逃げたら4二金で詰みということですか。いやこれ詰んだらすごいですよ。そうですね、さあこれで6二からばらして飛車金金で詰むかどうか。そちらから、こっちですか、まあ、6一玉に6二金からまあばらして残り飛車金、はい、しかしちょっと詰まない、いやですかね。あ、でも8二飛車で、いやどうなってるんですかね、どうなってるんでしょう。いやーわずかに詰まない気がしますね、はい、8二飛車は7二銀1で5三桂成7一玉で1枚わずかに足りない気がしますねこれは、はい、まあ、7二銀1、5三桂成7一玉8一金6一玉と逃げて、
あの8一金同銀は6二飛車成までですが、はい、逃げられた時に際どく詰まない気がしますね。8一金に6一玉がありますね。先手の力は詰めろですね。はい、渡辺名人の投了、永瀬王座の勝ちとなりました。